ヨハン・シュレーバー・ヨハン・クリスチアン・ダニエル・フォン・シュレーバーは、ドイツの博物学者、動物学者である。現中林原州の売償税で、経済官僚、法律家の息子として生まれ、ハレ大学で、医学、自然科学、進学を学んだ。学生時代に論文を発表し、後に、ウプサラ大学に移り、カール・フォン・リンネの講義を受講した。ウプサラ大学で医学の学位を取得して、 ドイツに戻った後、医師を開業し、1764年に、ドイツ自然科学、アカデミー・レオポルディーナ、他数々の学会の会員となった。1769年に、エアランゲン大学の薬草学の教授となった。1774年から、大著、野生哺乳類の図と説明の執筆をはじめ、多くの哺乳類の学名を、リンネの二名法で命名した。 1791年より、エアランゲンにて没する1810年まで、ドイツ自然科学、アカデミーレオポルディーノの会長を務めた。1787年に、スウェーデン王立科学アカデミー、1795年に王立協会の会員に選ばれた。ダイソゲスナー・イン・アヴィル・ダンガン・ナーハデ・アナチュアミット、ベッシュレイ・バーンガンのズ図ンシュレイブは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ヨハン・クリスチアン・フォン・シュレーバーを示すのに使われる。ありがとうございます。